こんにちは。今度静止の YouTube チャンネル。今回は老眼は自分で直せる第2章。どのようにすれば老眼が治るのか。それを理解した方が実は早いんです。それをですね、11に分けてですね、詳しくこの本で紹介しています。一つ、血流こそ老眼の最高の薬。血流が悪くなると。いろんな病気になります。中医学では目は関係、肝臓が支配。目と肝臓ってすごく密接な関係があるんですね。で、どのようなものかというと、目っていうのはたくさんの血流を使うんです。血流を支配しているのは肝臓です。それと胃腸。胃腸というのは自律神経を守ってますね。前動運動。チッとポンプ運動して首から上に血流が行くようにする。これも動かないと当然目に栄養が行きません。目がチカチカして見えにくい。水晶体だとか、それから遠く見たら近くですとかね、この毛様体筋、硬化して硬くなっちゃう。酸素が足りないと筋肉が硬直するでしょ。こちんこちんになっちゃうでしょ。ですから自律神経一番大事ですよ。胃腸を鍛えるってことがすごく大事。それから自律神経に関わるのは一番大事な呼吸なんです、ね、人間にとって一番大事なエネルギー、これご存知の通り酸素なんですね。酸素で我々生きられている。この呼吸、口呼吸じゃダメなんです。鼻呼吸なんです。なぜ鼻か。今マスクをつけて知らないで口呼吸、呼吸が浅くなって、先生目が悪くなりました、耳が悪くなりました、たくさん内因します。どうしてか。口呼吸、酸素が足りなくなって、本当に酸素が少なくなって約3年近くなってるんですよ。これは自分で運動して酸素の取り入れを多くしなければいけないんです。で、なぜ鼻呼吸がいいのかというと、実は一酸化窒素、ね、この成分をたくさん作ります。そして血管の修復、細胞の修復ができるんです。これは血流が良くないと出ないんですよ。これがね、分かったんですね。ですから鼻呼吸をきちっとして血流を良くする。そうすると弱くなった血管も修復して血流が良くなる。そうすると目の老眼も良くなるね。で、そうするとみんなつながりがあるんですね。目だけ治そうとして目だけ集中してもこれは絶対ダメです。なぜなら目はあらゆる臓器とつながっているから。全身運動を取り入れて、そして目の方を手当てをすると、これが改善が早いんです。いいですか。老眼のケアで見た目より先生、若返ったってよく言われるんですよ。奥様方ですごく喜んでます。それはなぜかというと分かりますか。見るっていうのは脳で見てるんです。脳で見ると、あ、綺麗だな、美しいな、あ、こう見なくちゃ。脳の信号がどんどん動く。それは表情筋に出る。見えなくなると、これ表情筋動かないの。無表情。で、どん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 無表情になると、これが落ちてきます。貧相になってくる。だから、目がきちっと見えてる人は、きちっと若返る。全然見た目が違いますよ。目が生きるっていうのは、本当に人間が生きると同じ。顔を作ってると同じですからね。よく、これを理解するといいですよ。では、次回の動画、お楽しみにお待ちください。